三位一体の三。二次元の二。世界で一番あんたを愛しているファニーの一。ハッピーフェスティバル。どう？驚いた？あんたのためにこの私がわざわざサプライズを用意してあげたのよ。ファニーの手柄を認めざるを得ないな。でもカウントダウンのセリフが恥ずかしすぎるよ。それに勝手にセリフを変えたよね。1は唯一無二のはずなんだけど。そこはアドリブよ。えへん、このサプライズのために分析員には内緒にしてねって、あらかじめ社員寮のスタッフたちにも話を通しておいたんだよ。ふふん、だって私寮長だからね。私を必要としている限りいつまでもここを守り続けるわ。プリティア先生からすれば分析員のそばならどこだって安心できるけどな。分析員も笑顔を忘れずにね。分析員は笑顔が一番なんだから。分析員さん、お付き合いしてもう長いですが、私の印象はどうですか？はい、これからもあなたの心に私たちの傷跡をいっぱいいっぱい残してあげますね。ちょっとマリアン、何を言ってるのよ。分析員が変なことを覚えたらお姉さん困っちゃいますから。それぐらい当然ですよ。過去の開墾や自責の念から解放してくれたのは分析員なんですから。私、あ、いえ、私とムルソーもです。分析員に出会えたから救われました。はい、でも私は頑張って戦い続ける分析員の背中を追いかけたいです。突っ走ってばかりじゃ疲れるでしょ。サボれる時にサボってもいいと思うけど。任せて。分析員専用の枕を用意してあるから。ふっかふかのやつをね。枕だと？それなら私は分析員に剣を用意する。しかも置き場所にも困らないからな。チューリップ、あの剣をまだ覚えてくれているのだな。先輩と分析員の間だけの秘密かにょ。なぞなぞみたいで話が全然わからないにゃ。目の前にあるにゃ、一生かけて解けるか解けないかってなぞなぞがにゃ。分析員のおかげで私にも生涯忘れることのない素敵な思い出ができました。
それを思い起こすだけでどんな束縛だって振りほどける気がします。私が新しい目標を持てたのも先生のおかげだよ。先生に追いつくために今でもいろいろ頑張ってるんだから。うん、ヘイムダルに参加できて本当によかった。確かに面白いところね。私のような人にも居場所をくれるんだもの。退屈しないいい女ね。安心してちょうだい。あなたがどこに行こうが付きまとってあげるから。たとえこの腐りきった世界を巡り歩くことになろうとしても。僕もいい女になりたいぞ。子供扱いはもうこりごりだ。うん、できるよ。待ってろよ分析。来年の今頃はきっと驚くようないい女になってやるからな。私も負けないよ。分析員と過ごした瞬間は全部はっきりと覚えてるんだから。記憶力を高める方法ならもう見つかった気がするから。話したいことはあったけど全部みんなに先を越されちゃったから。それにおめでたい日なんだからあまり皮肉を言いすぎるのも悪いかなって思って。まあどうしても聞きたいってことならこの時代に連れてきてくれてありがとう。分析員、こういうのは苦手だしちょっと恥ずかしいことを言うかもしれないが、分析員と一緒に経験したことは私にとってどれもかけがえのない思い出になってる。憎しみも苦しさも全て帳消しにしてくれるほど大切な記憶なんだ。はいはい、そこまで。なんでリフまで雰囲気に飲まれてかゆいこと言い出してんのよ。これじゃあ私がせっかく用意したアイスケーキが溶けちゃうじゃない。早く分析員に食べさせなきゃ。そうだな、すまない、はしゃぎすぎたようだ。ああ、これからもずっとだ。